はい、どうも、こんばんは。ということで、今回はね、ディスコキャノン航空会社というゲームを、やっていきたいと思います。なんかね、オープンワールドの RPG っぽいゲームらしいね。うん。ということでね、オープンワールドだって。うん、いいね。自由な感じがいいよね、オープンワールドって。はい、ということでね、早速やっていこうか。うん。どんな内容なのかあんま詳しくは知らないんだけど。おー、いいね。蝶々飛んでる。あ主人公どうした？なんか大砲の中に入ってるけど。大丈夫これ。え？ボタン押したまま？おうおうおう。おお！なんだ？すげえ！おお！うわ、オープンワールドだ。すごいね。うわ、マップ広そうだな。うん。広そうだね、なんかね、マップ。すげえ！すげえ、おお！ボヨンボヨン言ってるね。やっぱオープンワールドっていいよな。ワクワクするよね。やっぱさ、何をするのも自由じゃん。どっから行こう。どっから、そのさ、なんか後ろな。なんだろう。自分のね、好きなとこから攻めれるっていうね。面白さがあるよね、オープンワールドって。まあ逆になんか自由すぎてどっから行けばいいかわかんない的なとこもあるけど、まあね。面白いよね。すげえ、なんだこれ。うわー、綺麗な場所。グラフィックいいね。リアル。空がリアルだもん。ほら、雲とか。雲の感じとか。ねえ、めっちゃリアルだ。すげえ。結構凝ってんね、このゲーム。BGM もいいね。かっこいいわ。新感覚の RPG って感じだね。すげえ。うわー、まだまだあるわ。うわー、これはマップ広いぞ、これ。どっから攻める？逆に やっぱ迷うね。オープンワールドって。どっから行けばいいのか、やっぱね、僕、やっぱ優柔不断だからね。どっから行こうか迷っちゃうよね。こんだけ広いと。でも最近増えてきてるからね、オープンワールドってね。流行りですから。トレンドだからね、今ね。まあね、一個ずつやっぱ攻めていくしかないのかね、これはね。さあさあさあ、まあ無事クリアできることを祈ってね、頑張ろうか。すげえ。ワクワクしてきたね。いやー、ワクワクするわ。こっちとかも行けんのかな。あー、でもここまでしか行けないのか。まあまあまあ、なるほどね。あれ？なんだ今の。バグった今。今何が起きた？え？なんだ？